現行、ZZR1400、ZZR とは、川崎重工業が製造しているオートバイのシリーズ車種名である。スポーツツアラーモデルであるが、特に、ZZR1100 と ZZR1400 は、最高速性能を示した、メガスポーツツアラーである。過去に、ZZR だけでなく、w z R とも表記されていたことから、w ZR や、 WZER と読む人も多く、一般的には ZZR と発音されている。某有名雑誌の公開質問で、この読みを ZZER と川崎重工の広報が回答したこともある。2003年には川崎重工業が公式に商標登録は ZZR であり、商標上の日本語故障は ZZR であると発表しているが、 同時に読み方は規制しない、ともしている。GR との商標登録の問題という見方が有力である。ZX-12R との統合を受けた2007年から現在に至るまでのフラッグシップ。北米やオーストラリアでは、忍者、ZX-14 とネーミングされ、2012年モデルより、北米、オセアニアアジア使用は、忍者、 ZX-14R に変更されている。ZRX-1200 をベースとした純粋なスポーツツアラーとして誕生する。ZZR-1100 の 1056cc から 1164cc にまで排気量を拡大にしたエンジンを採用している。長い間世界最速を誇っていた元祖スポーツツアラー。北米では忍者、 ZX-11 とネーミングされている。日本国外向けに販売されているミドルツアラー。北米向け同使用者は忍者 ZX-6R とネーミングされている。日本国外向けに販売されているミドルツアラー。オーストリア仕様とギリシア仕様がある ZZR600 をベースとしてエンジンなどの仕様を変更した。 並列4気筒エンジン搭載車両としては、最小モデルとなる、ZZR。上期までのモデルとは異なり、並列2気筒エンジンの、ZZR シリーズ最小モデル。商標登録317万2777特許電子図書館、独立行政法人工業所有権情報、研修館 ABC 川崎、e、インフォメーション2003年12月19日、データなし。 ありがとうございます。